皆さんこんにちは、シェルター TV です。今日は私田中理香が秋冬のアイテムを使って秋先取りのルックブックをやっていきます。それでは早速スタート。じゃーん、1体目は可愛くないですか。これ実はブラックの展示会でもう自分が実際にオーダーしてるワンピースで、本当にどうしても紹介したくて着てみました。本当に可愛くて、これ何がツボかって柄見てください。なんかもう絵画みたいなアートな感じで、しかも丈感も結構長めなのがツボなんですが、アシメになってるんです。それも可愛くて、しかも最近私ブルーハマってるってずっと言ってるので直行で買いました。デニムとレイヤードとかしても可愛いかも。デニムチラッとこの右側だけ見せるみたいな感じで着ても可愛いから、こういうデニムを中にレイヤードしても可愛いですね。ブラックのバッグで女神になりすぎないようにあえてこのサイドゴアのブーツとちょっとカジュアル見えするバッグを合わせることで、あの普段使いもできるかなっていう感じですね。もう思いっきり女神になりきりたい方はもうカジュアルにならない靴とか合わせていただいてもいいのかなと思います。これマウジーのレザーなんだけど、なんかレザーで着ても可愛いかなって思ったし、ちょっとこうブラウンっぽい色味で、このちょっとヴィンテージ感がまたこのワンピにも合うので、これ丸ごと欲しいかも。こういう感じで合わせても可愛いです。これ2色あって色が、展示会で私めちゃくちゃ悩んで、これがもう1色のカラーで、カラーが微妙に違うんですが、これのワンピースバージョンもあるし、このトップスもこっちのカラーもあります。私の推しです。2体目いってきます。じゃーん、2体目はこんな感じです。ちょっとブラウンな感じの落ち着いたトーンのコーディネートなんですが、これスカートアズールなんですよ。可愛くない？私結構チェック実は好きで、みんな好きてか秋チェック着たいよね、みんな。やっぱり今年らしくこのドローコードついてたりとか、ちょっとスポーティー味があるスカートなんですが、これはねブラックのインナーなんですが、もうこれ多分私全色買うと思うっていうぐらいのトップスと、あとスライのレザー、もう毎年可愛い。ヴィンテージ加工がすごい可愛くておすすめです。ほんと1枚羽織ってるだけですごいおしゃれに見えちゃうので、レザーって強く見えがちなんですが、コロンって丸いシルエットになってることでやっぱり可愛らしく着れるのでおすすめなのと、強く見えるの苦手な方やっぱこうやってねブラウン選ぶといいですよ。レザーこれブルーもめっちゃ可愛くないですか。めちゃくちゃ可愛い。脱ぐとじゃん、可愛くないですか。この背中、アウター着てて外のコーデも大事だけど、脱いだ時にも可愛くないとちょっと嫌じゃないですか。その脱いだ時にえ可愛いみたいな、普通のトップスに見えて実はこう一癖あるっていうのがいいですよね。これコットンなのでアウターとか着た時にちょっと汗かいてカラッと乾かないの私すごい苦手で、やっぱこのコットン系、ブラックのコットンシリーズはね持っといた方がいいです。スカートもね、ドローコードで長さがね、若干変わるんですよ。絞り具合で全然変わってくるから、なんか例えば抜き感出したいなっていう時はちょっとこう絞ったりとかキュッてするので、ボリューム感抑えられたりします。自分の好きな感じで調節してもいいかなと思います。これね、ブラックのブーツで、これ毎年多分大人気のサイドゴアのブーツです。何でも合うから1個持っとくと万能です。まあ、バッグはちょっとちょこんってちっちゃいバッグを持って、あえてチェーンを下ろしててもいいし、斜め掛けできるバッグ取り外してちょこんって持ってても可愛いね。これ大人可愛い。では3体目こんな感じです。可愛くないですか。ちょっと今暑いけどね、暑いけどなんか気になったファーコートがあって、ラグアでした。これね、ここのネックの部分立てて、冬ファーコートの時ってマフラーなんてしないじゃないですか。見た目的にうるさいじゃないですか。でもファーコートで首元までないと、首だけ寒いとかあるけど、ちゃんと立ててこのベルトついてるから、ベルトで大人っぽいファーコートで、後ろ姿がウリボーカーシマリスちゃんなんですが、これをあのブラックのデニムでちょっとカジュアルに合わせてみました。インナーはさっきも紹介したブラックの後ろ姿が素敵な大人トップスなんですが、本当にデニムにシンプルなトップスにもう1枚ファー着るだけで、海外のストリートスナップみたいな
意識コーデですね。ブーツさっきと同じブラックのブーツ履いてるんだけど、バッグをあえてちょっと同系色っぽい感じのカーキを持ってみました。パーの日もあってもいいし、こういうデニムの日は全然違うけど、ホワイトのスタミキのジャケットなんですよ。このデニムコーデをスタミキのジャケットで、シンプルなんだけど上質な大人コーデ、かわいい。結局みんなカジュアルとかシンプル好きじゃないですか。もうより生地感とかこだわってないとすごい安っぽく見えちゃったりするんですが、やっぱ生地がしっかりしてる分、シンプルでもすごく映えるコーデになっております。船デニムはもうずっと人気のデニムで、去年も私ずっと履いてたデニム、皆さん本当におすすめです。程よいこうカーブしてゆとりがあるので大人って感じですね。次行ってみよう。4体目です。こんな感じです。4体目は愛用中のスタミキさんを着てみました。このシアの表面感めちゃくちゃ可愛いギャザーのトップスにベロアのスカートを合わせてみました。このベロアのスカートこうやって見てると普通なんだけど、見てください、ちらっこうジップで自分で調節できるんですよ、この抜け感を。例えば今私このミニジーンのパンプスを合わせてるので、一番下まで締めてます。でも締めても抜け感が出るんですよ。かなりねこれしっかりしてて、これ真冬絶対あったかいと思う。で逆にね夏暑いかもっていうぐらいすごい生地しっかりしてて、ウエストがねすごいものすごい自立してくれてるケースカードなんですよ。もうねこのトップスをすごい語りたいんですよ。これ実は2枚重なってるんですよ。この上の部分が V ネックで、しかもこのギャザーすごいたっぷりギャザー入ってるんですよ。腕もそうだし身頃もそうだし、このバックスタイルがめちゃくちゃ可愛くて、後ろ姿も可愛いし、別々で着てもいいんですよ。これ1枚で着てても可愛くて、あえて私この短めのブラトップにしてちょっと透け感をあえて出したんです。逆にねこれでインナー変えて着ても可愛いと思う。めちゃくちゃギャザー入ってる。大人のオケージョンもいけちゃうんじゃない、普段着も着れるんじゃないコーデでした。ラスト5体目です。こんな感じです。ちょっとバレてるかもしれないけど、ちょっとお気に入りのブラックのトップスをレッドを着て、マウジーのデニムのロングスカート、めちゃくちゃデザイン可愛くて、このリメイクされた感じのスカート、このレースアップのシューズを合わせてグレーのソックス合わせで着てみました。もちろんデニムのスカート1枚でもめちゃくちゃ可愛くて、これに白の T シャツ1枚とかでも可愛いぐらいデザインあるんですが、やっぱこう秋なのでカラー可愛く見せたいなと思ってレッドを着てみました。ちょっとこう大人のレッドコーデって感じですね。カジュアルコーデなんだけど女っぽさも入れたいなっていう時に、色だったりとかシルエットとかで入れるといいのと、デニムのスカートってブルー履くと結構カジュアル見えしちゃうんですが、あえてこの今回ブラック選んだことでかっこいい大人なスタイルにしてみました。でバッグはもう一番最初に出したブラックのバッグで、やっぱ生地感ね、このトップスはずっと言ってますが生地感が最高なので、いろんなジャケットとか着ると思うんですけど、これ持ってればどんなアウターとも合うので。じゃあ今回の秋冬のアイテム使ったルックブックいかがだったでしょうか。私が着てた一部のアイテムなんですが、シェルターウェブストアで予約会が始まるんですが、そこで予約していただくと特典などもついてくるそうなので、ぜひ詳細は概要欄でチェックしてください。じゃあ皆さんお得にゲットしてくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。